まあそうですね、やっぱりそこは僕も聞きたいんですけども、はい、でもまあ彼女が言うにはなんかこう一緒に苦労できる人だと思ったっていうのはよく言ってたんですから、本当に苦労してたんですその時も、はい、もう先言ったに印税は入ったけどもそれもだんだん底ついて、はい、もうお金がなくなってきて、でもうまた同じようにキャベツ生活みたいに戻ったんですよ。わあ、そうです。40歳で出てますよね、はい、ただここで味わったキャベツ生活とは違うというか、ここで味わったキャベツ生活はもう前が見えない、あ、真っ暗な中でのキャベツ生活で、もうそれしか食うことできないというか、もう夢も終わりそうな気持ちで食べてたんですけど、はい、その時はまだまだここから行くぞっていう感じだったんで、キャベツでも美味しく食べれたっていうか、でもこれ食って頑張ろうよと、まだまだ絶対いけるからっていう感じでやってたんで、まだこう自分の中にバイタリティがあったんで、まあ、それをまあ彼女は見てて、しんどい時でも前向いてる人やっていうのは今、まあ、彼女は言うには言うてることですね。はい、エンタ終わってから付き合い始めるんですか？ですね、いや、エンタの時にはもう付き合ってました。あ、そうなんですか。はい、もう付き合い出して2人でもう付き合ってましたね。じゃあどんぐらいで結婚するんですか？でそれでその後結婚したのは2014年に結婚しましたね。籍入れたんで、だから2008年でやったから、まあ6年ぐらい経ってますね。あ、で6年間交際してる期間があるんですか？交際してるのはもっと後です。2008年じゃないんで、はあはあ、2019年の4年ぐらいですかね、付き合ってた。4年付き合ってぐらいですね、結婚までの間は。へえ、はい、プロポーズされて、おじいし、プロポーズしてます、もちろんしましたね。はあ、でそれがまあ漫才も一緒にやろうというプロポーズでした。あー、なるほど。はい、まあ、それはたまたま舞台に、大阪で吉本100年物語という舞台で、はあはあ、でその舞台に出させていただいてまして、はい、でその舞台の上でちょっとこうエンディングみたいなのがあって、はい、自由に喋れるとこがあって、ね、彼女が見に来てくれてたんで、はあ、そこでこうちょっとプロポーズを。へえ、じゃあそれも番組なんていうか、その舞台の人の舞台の上で、はい、舞台の上で、まあ、小山君が座長してて、南野陽子さんと、はいはい、でちょっとお時間もらいたいんですと今日。はあ、だからなんかすごく心よくいいよっつって、へえ、でやらせてもらったんですけども、じゃあそれで結婚して漫才コンビを組んで。そうです、はい、漫才も組むという、一緒にやろうと、はい、言ってその場でその日結成したというか。へえ、彼女はずっと漫才したくないって言われてて、はあはあ、そのアフロっていうのは一緒にやってたけど、はあはあ、もう一緒にやりたくないと。で彼女は彼女でアユのモノマネをやってて、もうすでに、はいはいはい、で僕はヤザーのモノマネもやってたけども、はい、まあ彼女の方がアユでちょこちょこ出たりなんかしたり仕事をもらってたんですけども、はあはあ、まあ漫才僕やりたいけど、彼女はもうそのアフロの苦しさがあったんで、はい、なんかやっぱり一緒に漫才したりネタを僕とやるのが嫌だっていうので、その漫才は組みたくないってずっと断れてたんですけど、まあその劇場とかでもう一回言って、はで、まあ、作家の先生とかも来てもらって一回一緒にやったら、一緒に説得してもらってやるんですが、まずはゆっくり始めますみたいな感じでスタートできたんですけども。それでじゃあ、矢沢とアユの漫才ってのはいつ出来上がるんですか？まあその時に矢沢のモノマネとアユのモノマネしかやってなかったんで、はい、でまあまだ夫婦ではなかったんでその頃、はいはい、まあ、付き合ってる感じだっただけなんで、はい、だから結構も好評もしてませんし、はいはい、だから夫婦漫才はできなかったんで、なんで普通にもうキャラクターのある矢沢とアユで漫才しようということで、はいはい、それをずっと考えて作ってましたね。へー、はい、2014年、それが、いやそれは告白者は10、プロポーズは12年です、はあ、だからコンビ結成したのは2012年の、秋です、はあ、で結婚したのは2014年に正式に結婚したんです。ってことなんですね。だからまあ結婚前提としてはその間は付き合ってました。へえ、はい、M1 グランプリ出るんですか？もちろん出ました。もうすぐ出ましたよ。もう組んだ年から出ました。一番いいところでどこまで行ったんですか？いやもうね、2回戦を超えれないですね。あ、ずっと2回戦を超えれないまま来ましたね、はい、じゃあ毎回2回戦、毎回2回戦の壁が破れない、まあ、今年はちょっと参加できなかったんですけども、はあはあ、毎回2回戦までですね。ああ、まあ、なかなか熾烈な。でも まだ全然出れる期間は出れますけど、結成はまだ15年経ってないですね。なってないです、なってないです。
だからまあ本当にまあ漫才でも本当にもうしっかりやってる人たちが出ていくんで、そう簡単にやっぱりできないのはやっぱり痛感しましたし、もう最初出た頃はもう劇場でも全く受けなかったし、もう全然滑っていくし、で久しぶりに僕も劇場に戻ってきて出てるんで、若手との交流も全くないまま、間結構空いて劇場に来たから、誰やこの人みたいな感じでみんな思われてるし、もうなんかこう本当にめちゃくちゃ先輩すぎて、みんなも誰かわからんから、あ、まあ、触れないでおこうみたいな、触れないでおこうみたいな感じで、もう誰も近寄ってこない、もうだいぶ見ない下になるんでね、いろんなところからやっぱりスタートしたんで結構、はあはあ、はい、そこでも受けなかったんですよ。なるほど。その子たちより受けなくて、はあ、居場所がないぐらい辛くて、はあ、みたいな気持ちは何回もありましたけど、はあ、まあでもまあね、頑張って夫婦で続けようって約束しながらいたんですけどね、はあ。ちなみに今年はなんで出なかったんですか？今年はあの嫁があの奥さんがあの子供生まれまして、ああそうなんですね。で2人目の子供で、まあ、育児や、まあ、そういうのも含めてですね、ちょっと今年はもうちょっと一回休んでおこうということで、で、まあ、コロナもあったんで、じゃあもうこの間はちょっと一回休ませてもらってということで、あの活動はしてなかったんです、ずっと。なるほど。はい、ちなみにお二人の間にもう2人目の子供がいるんですか？はい、2人います。あ、1人目は何？1人目は今もう3歳あ、なるほど。でもうすぐ4歳になるんですけども、幼稚園行ってまして、うんうん、でもう一人が今年生まれたばっかりで、まだ 10ヶ月。なるほど、はい。いや逆にその子育て期間は、はい、もう1人目のこの出産もそうですけど、うん、その間じゃあミキさんどうしてたんですか？1人目の時はもうピンで頑張ります言って、はい、キーボードまた持ち出して、はいはい、もうは何年か8年ぶりかそのぐらいにもうキーボード持って劇場1人で頑張って守るぞってやってたんですけど、はいはい、で改名もして頑張ったんですけど、全然受けなかったんですけど、なんて名前かもしれない、あのミッキーボードという名前で、はあの、まあ、ある番組であの、何年かな、テレ東の名倉君と今後とこがやってる、あじっくり聞いたのじっくり聞いたの出してもらって、そこでたまたま出たんで改名することになって、はいはい、ミッキーボードという名前でもう一回やると、はいはい、いうことになったんですけども、まあ半年ぐらいやって全く振るわずで、はい、自然にまた名前をミッキーでちゃんに戻したんですけど、はい、ああそうなんですなんかもうミッキーボード言うの恥ずかしなってきて戻してしまったんですけど、なるほどね、はい、で今回はあの、まあ、コロナもあったんで、まあ、特に僕あのなんか一人だったら役者活動的なことしたいなと思ってて、はい、まあ、もう漫才できないならばと思ってたんですけども、はい、舞台とかも決まってたんですけど、まあ、コロナでなくなってしまったので、今回も特に大きな活動はできなかったんですね、はい、だからまあ逆に僕らも YouTube を始めて、あ家族系 YouTube というか一生懸命2人でやろうって始めたんですけど、はい、もうそれもめちゃくちゃ苦戦してますよ。あそうなんですか。登録者何人ぐらいですか？300人ちょっとしかおらへんんですよ、半年頑張る。もうこれあかんわ言いながら、でもまあでも楽しいからやろうと、もうちょっと頑張ってやろうってやってるんですけど、ね、なるほど。誰が編集してるんですか？自分で最初はお願いしてたんですけど、もう最近自分でちょっとやるようになったりとか、うん、はい、まあ、あんまりちゃんと編集できてないんですけども、なるほど。やりだして、まあ、そんなもやってますもん、とにかく、うん、ちなみにじゃあその収入源的には今はその4人家族じゃないですか、はいはい、どうやって暮らしてるんですか？僕ですね、実はですね、その最初に言った水商売のアルバイトっていうのを最初やったじゃないですか、はあはあ、まあそういうのもあって、あのさっき銀座の方に流れたと、銀座の方でやりだしたと、はあ、で、アフロやってて赤いようになって、はい、あのまた銀座に戻ったんです。ああ、なるほどなるほど。で銀座のとこでもう一回一からアルバイトやらせてもらってやってたんですけども、はい、実はもう今お店を任されてお店を持ってるんですよ。じゃあ店オーナーが別にいる店長みたいな。オーナーですけど、まあ一応名目上僕肩書きは特につけてないけど社長です。へえ。でやってお店を一つ持ってるんですね。なるほど。でそこのお店をやらせてもらいながら、まあ、そこの収入がで、まあ、なんとかやれてるというか、あ別に4人家族で暮らしてくるには大丈夫というか、はいはい、あそうなんですね。でも別にその安定した収入がねある分にはいいっすよね。そうですね、まあ、今年はちょっとコロナで、あそかそかそか、結構、まあ、飲食業界で大変受けてますけども、まあでもやっぱりこういいお客さんというかいい人脈にいっぱいつながれたんで、応援してくださる方もいっぱい増えて、でまあ、やっていけてますんでね。ちなみに
カビスマーズは、はい、今後どうなってくるんですか？カリスマーズ自体はもちろん今後、まあ、僕の中では夫婦漫才というのをこれから展開していきたいなと。もちろんアユとヤザーというスタイルも続けていきますけども、夫婦漫才というやっぱり大助花子さん、大助花子師匠の、まあ、ようにやっぱりずっと夫婦で漫才続けれるような感じになりたいなと思っておりまして、あとまあ2人でちょっとデュエットソングなんかも出して、夫婦坂いう歌を出したんですけども、はあはあ、まあ、そういうの辺をなんかちょっとやっていきたいなと思ってますね。あ、じゃあ2人での活動を、そうですね、広げていくというか、夫婦、ね、というのをね、なんかこうやっていきたいなっていう。ああ、はあ、そう、はい、いいですね。そっか、だからまあでも来年ぐらいからできたらいいって感じですから、その息子、お子さんがまあ0歳児だから、はい、はい、イメージとしては、まあそうですよ、まあ、もちろん多少なりと舞台には立つようになってきたんですけど、でもがっつりやっぱりなかなかできないので今、うん、だからまあ1年やっぱりしっかりできるんだったら、もうちょっと下の子が大きくならないと育児も終わってなかなか集中できないと思うんですけども、まあ、その中でも頑張ってやってくれてるんですけども、まあでもまあこれもネタとして育児も含めてやっていきたいなっていうのはあるんで、まあ、家族で進むみたいな感じですよね。はあ、はい。でも確かに家族系 YouTuber みたいなこともできますもんね。わかんないけど。そうですね。まあ僕もちょっとそのアナログ人間すぎて全くちょっとそういうのがまだうまくできてないんですけども。まあそういう方向性もできたら面白いなとは思ってるんですけどね。あ、はい、ちなみに、はい、なんていうか、いいですか、ちょっと、あ、全然全然、もうオフタイムぐらいの感じで、あの、はい、なんかあるんですか、その2人の活動のなんかちょっとした夢というか、はい、こういうことが出てきたらいいかなとか、理想かなとか。 ありますね。やっぱり本当夫婦でなんですから、もう常に一緒におる、もう全国夫婦で漫才に回ったりとかもうしていきたいというか、はあはあ、でいろんなとこ、まあ、回りたいなっていう、いろんな人のとこに行きたいなという、はあはあ、漫才で立ちたいな、ステージ立っていきたいなっていうのは二人でずっと、はあ、お話ししてますね。いいですね。確かに全国いろんなとこ行ってますもん、私は。はい、だから大助花子さんなんか見てると本当にもう仕事ですけど地方全部ここ行ってるじゃないですか。はいはい、ね、ああいう感じでいろんなとこを一緒に見たいなっていうか思ってますね。ブキャブラの時はちなみにあれなんですか、その、でもじゃあ芸人的な、はい、その収入でとかブキャブラの時が一番ですか、それともさっき言ってた印税生活の方が高いですか。そう、あ、どこいですか。まあ、そうか、分かりづらいですもんね。その印税は 3ヶ月に1回振り込みで。そうなんですね。その芸人、うん、そうですね、大阪の時で5本ぐらいレギュラー持ってましたし、だけどその年代によってその金額があれ違うじゃないですか。なるほど。まだ20代での30万と、はいはいはい、ね、40代での30万とまた時間も違いますし、生活も変わってしまいますからね。からそう思うとあれですけど、ボキャブラの時もそんなに僕は儲てなかったです。やっぱりこう、なんでしょう、やっぱり、まあ、吉本っていうか、まあ、なんで、まあ、営業も結構いろいろ行ってて、他の事務所の芸人とかもいろいろ話してると、うちそんな儲てないよみたいな話はもう、ね、見えてしまうんで、なるほど。だからそんな聞こえてしまいますけど、でも、うん、まあでもやっぱりそんなにお金をもらったって感じの生活できたのは芸人としてはないですね、やっぱり。なるほど。まあバッと入ってきたのはやっぱりその印税の時の感覚がありますね。そうなんですね、うん、それより、あ、でもやっぱアウト矢沢を始めた時のアウト矢沢の方が大きいかもしれないですね。やっぱり営業がやっぱ多いんで。なるほど。だからもしかしたら2人で一緒に動いてからが一番うまくいってるかもしれないですね。なるほど、はい、表にあんまり出てませんけど、やっぱり営業やっぱり呼ばれますんで、はあはあ、すごいじゃん。だから一番安定してるかもわかんないですね。そう考えて、その
ボンバー？ボンバー with アフロザあアフロあえアフロザゴールド with シスターズ。それ初めて良かったですね。だそこで奥さんと出会えたわけですもんね。そうですね。そうですね。もうそれがなかったら出会うことなかったですね。そうですね。だから最初なんかちょっと三鷹っていう話してたのは、はあ、あの三鷹の方でっていうのが言ってました、はあはあ。それは実はそのアフロザゴールドウィズシスターズが毎日稽古してた場所で、はあ、その時の苦しかった時ですね。その一番もう前に出なあかんという一番ガツガツしてた時で。で彼女らもついてきてくれてるからなんとかこれを成功させなあかんというプレッシャーもあって、はあ、っていう状態ですね。絶対あの3ヶ月でエンタの神様に出るからって僕が偉そうに言って、でもじゃあ毎回そういうなんか番組を狙ってそれに出るぞみたいなのが叶ってるんですね。そうですね、そうですね、あの戦略やっぱり決めて、はあはあ、その番組に合うような形で 作り込んでいくというかね、はあはあ、やり方をしてましたね。なるほど ね、 今までね。そっか、エンタっぽい感じっていうのを作り込んだんですね。そうですね、まあ自分がやりたいというものをができた時にはこれはエンタやなと、もうこれエンタ行こうと。ああ、なるほど。逆にね、これだったらエンタ行けるんじゃないかみたいな。というので、そうですね、エンタよりさらにそこからブラッシュアップしていくって感じですね。はあ、なるほどね。いろんな戦い方があるんですね。そうですね。だから今も愛と矢沢でやってるのも、そのモノマネ、僕その食えない時に、まあキーボードも一本で、はい、いろんなショーパブに出させてもらってたんですね、はいはい、これも個人でお願いしてショーパブ、はい、モノマネ芸人がいっぱい出てるんですよ、はいはい、でモノマネ芸人いっぱい出てる間にちょっと箸休め あのネタショーみたいな感じで、まあ、出させてもらってたんですね、ずっと。で、はい、いろんなキサラとか有名なとこでしたら、はいはいはい、ああいうとこ出させてもらったり地方のそういうショーパブを紹介してもらって、はい、やってたんですよ。でそこでやってる時にあのモノマネをこう覚えたというか矢沢が生まれたっていうのもあるんですけど。ああ、そうなんですか。僕はもうモノマネする気は全くなくやってたんですけども、なるほど、もう全然レベルも違うなと思ってたんですけど、たまたま A ちゃんのモノマネをやってる方がおられて、はあはあ、でその人のを見て、まあ、楽屋でおちょくでこう混乱して遊んでたらつんくのそっくりさんがいまして、はあはあ、でその人が「あみきさん、もしかしたら A ちゃんできるのちゃうんです」って言って「僕はですか？」って。ちょっと髪の毛もちょっとこうやってください、まあ、こうやってちょっとこう口やってよろしくみたいなやってください、はは、あ、いけますよ、はは、似てる、一回矢沢やってやったら盛り上がりますって、まあ、冗談で言ってくれたやつを真に受けて、はあ、でたまたまその次の日もあのステージがあったんで、はあはあ、あの衣装はなかったんですが赤いタオルを100均でこうできて短いタオルを、はあはあ、ほんで黒いスーツであの裸になって、はあはあ、で止まらないハーハーだけ覚えて出たんですよ、はい、1曲だけ。それがめちゃくちゃウケたんですよ。あ、まず顔は確かに言われてるのに似てますもんね。でも当時は僕は分からなかったです、似てる顔がなかったんで、でそれでまあちょっと今までネタ一生懸命作ってやってたけどそんなにウケなかったのに、はい、でこんなにみんな喜んでくれるんやろと思ってちょっとこう A ちゃんをやってみたいなというとこから入っていって、まあ、今はだいぶこうもうそれやりだし結構なるでも顔の雰囲気とか、はあ、まあできてきましたけども、はあ、当時は下手くそでも一生懸命やってる感じでもなんかお客さんは喜んでくれたというか、まあ、それも矢沢駅さんの凄さっていうかそれはあるんですけども、まあ、それでモノマネっていうのは初めて で、まあ、みんなそれぞれやってるんですけどもやっぱパッケージでやった方が面白いっちゃうかなと。でモノマネで漫才してる人があんまりいないんで、あ、僕はやっぱ漫才師だったんでモノマネを漫才でどうやって取り入れれるんやろというのをずっと考えてたんですね。あ、でも相手がいないし、で彼女に言うてもやってくれないしみたいな感じだったんですけども、それをなんとか作ったら相手矢沢で漫才コンプってなんかちょっと目立つんちゃうかなとか、あ、パッケージがそれをなんとか作りたいってっていうのでずっと話していて、なるほど、でそこからもう一回やり直したいなっていうかのはあったんですね。来年は M1 出るんですか？来年は出ると思いますね。あ、まあ、特にその家庭的になんかいろいろなかったらもう出ます、はい、なるほど。いや今年もやっぱ出たかったですね、めちゃくちゃ出たかったですけどね、でもまあしょうがないんで来年は出たいですね。やっぱり見ててやっぱ悔しいですからね。ああいうの見てどう思うんですか、あの、はい、あのおいでやすこがさんみたいな。いや、あのびっくりしました、2人で組んで、え、組んでたんかいと、はい、わユニットええなと。僕もユニットで実は M1 出てるんですよ何回か。あ、そうなんですか。あの1回目は田原俊彦さんのモノマネしてた
男の子と組んだり、はいはい、あと誰と組んだかな、あとあの大森歌右衛門さんと一緒に組んだりとか、まあ、コラボでああいう形で出てたんしましたけどね、はあ、まあやっぱりまあちょっとめちゃくちゃ、それも小川健なんか一緒に今舞台立ってるんでね、はあ、やっぱり身近なんでやっぱり刺激めちゃくちゃもらいましたね、はあ、うん、もう朝、来週また舞台で会いますけどね、はあ、もう多分もうわっと変わってるんでしょうね、もうただね客の反応もねまたさらにね、まあ、スターになってると思うんでね、でも可能性全然あるってことですかね、ゼロじゃないというか、まあそれはもう分からないですけども、でも諦めたら終わりなんで、うん、まあ世の中の人から見たらおそらく僕は三木哲也なんかもう終わってると、三木哲也なんかもう死んでるんちゃうみたいなね、うん、要はあのエゴサーチなんかすると三木哲也まだおったんかいとか出てくるんですよ、はあはあ、おもんなやつまだ生きとったかとか、ね、生きてるよと、はあ、別に死んではないよと、はあ、思いながらこう悔しいなと、はあ、思いながらなんかちょっとテレビ出るとそんな来るんですよね、はあはあ、だけど、まあ、あのまあ覚えてくれてるのもありがたいし、そうやってね、うん、でもまあとにかくまあ、世の中の人がみんな多分僕が世の中出ていくことなんか多分なんとも思ってないし、多分ないやろと思ってるんやったら出てやると、はあ、もう 見とけよみたいな気持ちには余計になりますし、うん、まあ、そういう可能性もやっぱりもちろん減ってきてますし、年齢とともにね、チャンスもやっぱり使う側もおっさん使えたないしね、はあ、今回は R1 グランプリが年代切られたし、はあ、まあ、ああいうのでやっぱりまあ、使う側の気持ちも分かるんですよ、若い人で、はあはあ、ね、でもやっぱおっさんもチャンスがあれば入ってやるんやぞと、出るんやぞっていうのも見せてやりたいなっていうのはあるんで、どっかでチャンスを狙ってどんな形でもちょっといけるとかあったら探して入っていったのかなと思っております。でも一室の旗がなんか住みやすそうだし、ね、なんかそういうものですか、そうですね、なんかちょっとねこの商店街がなんか大阪のイメージってなんか、はい、都会じゃない感じだったりとか、はいはいはい、大阪市内って言ってそれが気に入ったんですね、なるほどね、いや、いますよね、畑が休んでる人結構、なんか打ち合わせとかで来たことありますね、畑ヶ谷の、あ、初台か、あれは、でもここら辺のなんかファミレスで初台畑ヶ谷ぐらいのファミレスでよくなんか打ち合わせ、まあ AD の頃ですけど、よく来てましたよね、ちょっと向こう行ったところ、道路沿いにあの、まあ、ジョナサンとガストとデニーズか、デニーズ、あ、デニーズじゃないですか、あとあの、水道道路のちょっと初台の方の間のデニーズ、はい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 、非常に多いですね、打ち合わせしてる人ね、僕もみんなそこで帰ってたんですよ、ああ、いや、よく打ち合わせします、そこなんかその、うん、行って呼び出されてじゃないけど、そのこの時間に空いてますとかで、あ、じゃあそこに行きますとかって言ってそう、へえ、だからその暇やったから、はい、でもやっぱり怖かったから、やっぱりネタを書くために夜になったら、はい、まあ嫁を追ってちょっと出てくるわで、はい、で出てきて、はい、はい、スラスラってネタも出てくるのも、もうそうやってそれを習慣づけてたって言ってましたね、でまたそれやってないと、なんか嫁も不安になるでしょ、あ、なるほど、何もしてないと、何もしてないし、家で追ってね、はい、テレビだけ見て、テレビ、ね、見ながらこう、もちろんごさっと参加するけど、ただ嫁から見たらテレビ見てるやつが俺、はい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 、仕事してないと、やっぱりあかんわからと黙れるし、なるほど、行ってくるわけ、ね、コーヒー大学持って、なるほど、朝まで大事なのがディレクターみたいな喋ってる人がおって、はい、あの番組やら、あの番組を挨拶行ったらしてくれるかなとかね、はぁー、その気持ちでこう入れる入りづらいなとかね、まあね、なんか、あーすげーなー、この通りちょっと行ったところ、シャンティとか、あれへんの打ち上げとかね、はぁ、あ、そうですか、へぇ、ね、時々なんかボキャブラ芸人さんの番組に呼ばれることあります？なんか、ね、いや、そうですね、やっぱそれがありがたかったですね、あの爆笑さんとか、はい、ネプチューン、それからあのクリームシチューの番組やっぱり何とか呼んでくれましたね、はあ、でも仕事なかった時に1年ぶりぐらいにテレビ出れた時あったんですよ、はあ、それがクリームシチューのクリームなんとかっていうので、ああ、はいはい、テレ朝の、はいはい、今ちょっと名前変わって、そうですね、今のね、名前変わってますけど続いてますよね、
普通に出させてもらったりして、本当になんかボキャブラのそういう人たちに助けられたというか、ありがたいですね、やっぱりね。で、僕の使い方を分かってくれてるんで。ああ、なるほど、なるほど。やっぱりいじってくれるし、まあ、分かってるのもやっぱり番組の方でも、やっぱりなんか浮いてしまってるんですね。なんか絡みづらいし、お互いみたいな感じなんですけど、ボキャブラの方に呼ばれると、なんか大きいできるというか、楽しめる。そうですよね、やっぱりあのまだまだなんか向こうは僕来てくれるというかね、来てくれますもんね、いいっすね。まあちょっとその青春時代の仲間みたいな思いもあるんですかね。だって全員若手ですもんね、ボキャブラの時なんて。そうですね、まあ、特に交流の方がなかったんですけど、大阪から来たから。ああ、なるほど。まあやっぱりなかなか馴染めなかったのがあったんですけど、ボキャブラのやつあったし、はいはい、でもそれでもやっぱりなんかそういう熱い気持ちでこうなんか絡んできてくれたりとかしてくれるんで嬉しいですよね。いいっすね。あんまり吉本っぽく思われてないですよ。ああ、確かに、うん、なんかどこですか事務所とか言われて、僕吉本来てるけどそんな知らないみたいなね。なるほど。あ、でも確かに、まあ、そもそもなんかボキャブラの人ってなんかあんま吉本の人多くないイメージなんかありますね。なんか知んないけど、当時あの吉本ボキャブラ行けなかったんじゃないですか。そこも出ない高校やったら感じがありましたね。ああ、そうなんですか。まあそっか、いろいろあれなんかライバル番組かなんかが吉本が仕切ってたとか、そういうことなんですかね。へえ。まあ吉本の中でもちょっと違う空気ありましたしね。そうなんだ。僕と森マンぐらいでしたね、当時。森マンさん懐かしい。森マンさんって、あ、そっか、だから森マンさんのこと知ってたのか。もうボキャブラなんですね、森マンさんって。そっか、森マンさんって確かにあの山崎康生さん対森マンさんのやつあったじゃないですか。でもあれ、そもそも俺でも森マンさんのことを僕なんで知ってんだろうって今思い返した時に、ボキャブラかって。そうですね、ボキャブラデビューなんですかね。なるほど。この間20年ぶりぐらいにインスタライブたまたまコラボしたんですよ。インスタ、森マンさんと。はい、全然全くそんなもともと仲良くわけじゃなかったんですけど、はい、ある方がつなげてくれて、はいはい、今やってるんでちょっと一回喋ってみてくださいって言ったら、はい、喋ったんですけど、もう楽しかったですね。あ、当時のね、うん、なんか当時は全然 ほぼ喋ったことないんですけど、初めてちゃんと喋れましたけど。へえ。やっぱりこう懐かしいし楽しかったし、一緒に頑張ってる姿を見るとパワーもらえるっていうか、やっぱり僕がブラニューに行った人たちに見てるとやっぱり前向きになって頑張ろうと思ったさから2人だと思う。あー、もう確かにそうです。あれこそとんでもない大逆転ホームランですもんね。そうですね、すごいですもんね。だって世界ですもんね。入りましたね。あ、すごい。まあそっか、そうですよね。あれは確かに衝撃ですよね。まあでもやっぱり当時からなんかやっぱりずっと企んでましたしね。あ、そうですか。あのずっとライブをしてちょっと変わった感じでね、大体そんなの様子も出てたりすることもありましたけど。はぁ、だって ABEX 所属ですもんね。小坂さん ABEX 所属って他いないですもんね。 ABEX 所属芸人、いや、わかんない、いんのかな、探せば、すごいですよね。いや、すごいですよ、面白い。多分ランナーは出てないと思いますけども。ランナー僕にはね。でも、あ、はは、もしかしたら思いっきり振ったらホームラン入るかもしれませんのでね。はいはいはい。いやいや、思いっきり振ったろと、どっかのタイミングでね。はあ、ただまあ三振する可能性も高いですよ、もう目が慣れてきてないから。なるほど。だけど、まあ、まだ人生諦めず勝負して。いや、いいっすね。まあ、しかも別にリスクないですからね、三振するのに。そうノーリスクで全力フルスイングできますもんね。いや、昔はもう本当にもうミスミスしてましたけど、はい、今はもうなんか楽しめてるというか、芸人の、まあ、うん、なんか本当に楽しくやれてる。まあ、もっとやりたいこといっぱいありますけど、できてないけども、はい、でもなんか苦しくないですね、ここにおった時って。なるほどね。
楽しいこと考えたり楽しく生きれてるような気はしてるような気はしてますね、ちょっとね。なるほど、いいっすね。あれ、幡ヶ谷駅ってどこでしたっけ。どこだね、どこだったの。あれこれ、どこだったの。その辺じゃますこれで。だいぶ変わってるんで、今そうですよね、もう十何年経てばもう街なんて全然違いますもんね。道の形は変わってないですけど、店が変わってるんで景色全然違いますね。そうですね、急に明るかったら、こんなとこ明るくなかったのに。あはぁ、ちょっと分からない。そうなの乗りますけども、すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、では失礼します。はい、どうもありがとうございました。じゃあもう、あ、ごめん、行っちゃった。はい、大丈夫です。じゃあ、ありがとうございました。本当にありがとうございました。どうもお疲れでした。ありがとうございました。ありがとうございました。